新しい担任誰なんだろうな。なあ、山田先生以外だったら誰でもいいわ。なあ、あいつだけ本物だよ。はい、ごめんね、遅れちゃいました。ごめんなさい。はい、じゃあ、改めまして、みんな OK かな。皆さん、おっしゃ、改めまして、ウンパルンパと申しますね。多分見たことあるよって人も何人かおるわな、多分。おい、見たことあるな、廊下で挨拶してくれ、元気にね、挨拶してくれたりしてね。先生、基本的に体育の先生やってますね。サッカー部のね、コーチの方もやってますで、まあ先生、とにかくね、なんかあんまりなんか俺がわーわー言うことあんまり好きじゃないもんで、だからとにかくさ、自由にね、なんて言うんだろう、なんか縛り縛ってさ、やりたくないもんで、とにかく楽しくやってくれればいいかなというふうに思います。 OK で、ちょっとね、いろいろ慌ただしいかもしれんけど、この1週間ね、健康診断あたりいろいろわーったかもしれんけど、それ一回落ち着いたら、まあ、席替えしたりとかね、お菓子パーティーとかさ、ね、レクリエーションとかね、やってね、たくさんみんなでやっていこうかなって思います。 OK、 よっしゃー、最高の返事だね。よし、じゃあね、ちょっと最初ちょっとプリント配ってもらって、ここ休みか、休み、 OK、 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 いいの、おお、いい感じだな。はいはい、こんにちは。あ、お前それ地毛か。あ、そうです、地毛、はい、まあ地毛なんです。はい、 OK、 はい、次ね、はい、よし、じゃあ一旦ごめんね、職員室帰って、ちょっと一個プリント忘れたもんで、それ取ってきてやります。で、まあそれがまあ近くで話したらね、いろいろしといて、よし、じゃあ行ってきまーすって言ってな。よし、あ、行ってきまーす、ごめんな、あ、行ってくれな。あいつザルだべ、なあ、やばい、お菓子パーティーだってよ、ピザ頼んでやろうぜ、ピザ、しかもあいつがこれ見て地毛かーってなわけねえだろ、あいつ、いや、めっちゃラッキーだな、俺らの担任な、ウンパルンパ先生がラッキー、めっちゃ楽しそうだな。いや、よかったよかったよかった、マジで山田先生じゃなくてよかった、マジでよかった。